こんにちは、新藤明美子です。今日は視聴者 の、方からですね、どういう道具を使っているのかっていう質問があったので、その実際私が使っているものの紹介、道具、ハサミとかそういうものの、紹介をしたいと思います。で、私も盆栽始めたばっかりの頃は、枝が切れればいいやろうぐらいしか持ってなくて、よく紙切る普通の文房具のハサミとか、太い枝はこうやってさっきキッチンから持ってきたんですけど、キッチン用のハサミをですね、使ってこうバツンって切ったりとかしてたんですよね。で、実際盆栽用のハサミっていうのは世界的にも有名なマサクニさんがあったりとか、あとは割とリーズナブルなものもある金新さんとかですね、そういう専門 の、 お店がありますし、そこで買ったらですね、メンテナンスとかもですね、アフターフォローみたいなのもしてくれるところがあるので、長く一つのハサミを長く使おうっていう人はですね、そういう専門のお店のものを買ってもいいのかなと。多少高いですけど、一生ものだと考えるとですね、悪くないのかなと思いますし、私もよく先輩の方からですね、ハサミ道具類は最高級なものを買いなさいとかですね、言われたことあって、別に高いものを買えばいいっていうわけじゃないと思うんですよね。自分なりにこう持ちやすくて、切れ味がよく保たれてれば、ブランドじゃなくてもいいと思うんですが、やっぱ盆栽専用に作られているものっていろいろ研究されてて、持ってて楽ですし、切れ味もねとても良いので、それも間違いじゃないなって思います。実際私が使っているハサミはこういうやつ、これがよく使ってる剪定バサミなんですけど、これはですね、ノーブランド品っていうか何にも書いてないんですよね。8年ぐらい前にホームセンターで買ったもので、最初はこう使いづらかったんですけど、なんかずっと使ってると全然これが一番っていうふうに自分なりに思っています。あと針金切りは、これは金新さんなんですけど、もともとこれ針金切りじゃなくてもうちょっと長かったのを知り合いの人に削り直してもらって針金切りとして使っているものですね。で、3つ目のハサミはこれはマサクニのハサミなんですけど、なんかもともとは黒松の目切り用専門のハサミらしいんですけど、結構ここが長くて細くて、すごくね枝と枝の間に入れやすいので、そういう目的の時に使うとすごく便利だし、これもねかなり重宝しています。やっぱり持ちやすさっていうのは大事だと思うんですね。だいたい3本ぐらい入れて軽く持って、こういう風にできるものが、使いやすいのかなと思います。あとは重さですね。女性の人は腕力がこうね相当鍛えてないときついと思うので、こういう軽いやつがいいですね。あとはこういう太枝を切ったりとかするときに使う股枝切りっていうのがあります。こういうハサミは切るためのもので、切り口はそんなに綺麗にはならないんで、これ使った後は小刀なんかでね、よく切り口切り直すんですけど、そういう小刀がこれ、これはいつもさっきみたいにハサミを研いでもらったりとかしてる人に仕立ててもらってる、鋼を切り出して、作ってるものですね。同じようにこれもそうで、同じ人からに注文してこう切りやすく、これ私左利きなんで左利き用に作ってもらってるものです。あとこれは盆栽専用じゃないんですけど、これ爪切りなんですよね。爪切りをこういう細かい枝と枝の間にこう入れて、こう切り残した枝なんかをこう切るっていう、そういう用途でこう爪切りなんかも使います。あとはこう針金かけるときに使う、これは100均なんですけど、プライヤーっていうんですかね、わかんないけど、こうちょっと先っちょが曲がってるやつが割と使いやすいですね。こういうのもあるんですけど、これ両方とも100均です。それと小枝とか、ちょっとした葉っぱを切ったりとかするときはクラフト用のハサミを使っています。
これはホームセンターで5、600円ぐらいで買えるものですね。似たようなもので100均でもこういうのあるんですよ。うん、まあやっぱりこっちはすごく、まあ、品質としてはいいかなと思うんですけど、こういうのでも十分使えるし、まあ、100円なんで私は棚場にですね、ゴロゴロ置いてちょっとした時に、ちょっとちょきちょき切れるようにしています、うん、そうだ、そして最後はあれか、ピンセットですね。私ピンセットはよくこういうのを使っているんですけど、メーカーは、宝山の P886 っていう商品なんですけど、これは結構持ちやすくて、いろいろ使えますね。コケ取ったりとか、何かと使えます、で大きめのこういう盆栽用のヘラ付きの土を抑える用のやつなんかも使えます、ちょっと私にはこれやるのに力が必要なんで、根をさばいたりとかするときなんかに使えますね、根かけは別にこれで専門じゃないんですけど、ドライバーなんですけど、ドライバーをこう曲げたやつでですね、使ってるんですけど、これも軽くていいですね。やっぱ軽いのがいいんですよね、さっき見せたこの、爪切りかはですね、枝と枝の間の切り残しの細かいところとか、そういうのを切るのに便利です。例えばこういうところ、こういう切り残しのこの部分なんかをこうちょっと切る、こういうのがですね、普通のハサミだとできないような作業ができて、ミニ盆栽でこう飾る前に枝をきれいにしたいなっていう時なんか、これよく使っています、でこれもう取り木かけたやつなんですけど、こういうのでこうホッチキスをこう取ったりとかする針が切るはあって、まあちょっとね、根が少し出てるんで、試しにね、ここ切り離そうってした時はこういう股枝切りを使いますね、こういうところの根元のところをこう水平にこう刃を入れてこうジョキッと切る。太めの枝切るとき、股枝なんかはこうどっちかといったらえぐるような切り方をするので、それをさらにきれいに太枝を切ろうとするときは、それは園芸用のこういう普通のハサミを使っています。そっちの方が切れるんですよね、やっぱこうスパッと、こうやって切れるんで、結構こういうハサミも使います、ちょっと汚いけど。でハサミのちょっとサビがついたなっていうときはこういうサビトールを使っていて、もっとちゃんと固定するんですけど、こうやって刃に当てて、もう軽くですね、こうやってこうサビを取っていくんです。で取ります。でこっちもちょっと汚れてるんで、これは研いでるわけじゃなくてサビを取ってるだけなんで、研ぐのはまた別の作業、結構難しい作業なので、これはですね、プロの方に私は頼んでいます、ちゃんと研げる人は自分で研いだ方がいいと思います、こういう感じで研ぎます、でこのままだとやっぱり錆びやすいので、こういうティッシュなんかで錆止めを取り出して、で拭くと、こういう風にしてたらもう長く使えると思います、こういう小刀もちょっとね、刃こぼれしたりとかするので、そういう時はこれね、濡らした砥石に研ぐのはここの面だけなんですよね。この面だけを刃の平行に合わせて、こう力を均等にこう削ると、そうするとまた切れ味が戻るんで、こうね、同じものを長く使えるようにこうメンテナンスする砥石なんかも持っとくと
いいかもしれません、はい、やっぱこうハサミきれいにしておくと切るときもね気持ちよく切れますし枝の切り口もきれいになって治りも早いので、うん、まあ、特にそんなにいいハサミとか高いものを買わなくていいのでそういうメンテナンスだけはできるようになっておいたらいいのかなと思います、まあ、最低限のね私も別にうまいわけじゃないんですけど